電解イオン水生成装置 TIWS IW。 電解質無添加方式の主な流れです。水道水、井戸水等の原水を軟水にし、その後電気分解されます。電気分解された水はアルカリ水になり、酸性水は中和され排水されます。当社の電解水の特徴は、電解質が不要、シミや変色が発生しにくい、水と電気だけで電解水を製造できる、金属、樹脂の材料に対する化学的影響が少ない、一般排水等と混合するとすぐに中和されるなど、さまざまなメリットがあります。電解水生成の原理。水道水、井戸水等の原水を軟水にして電気分解を行います。電気分解では電流が流れると水中のイオンや分子が電気的に反応し始めます。マイナス電極では還元反応が起こり電子を受け取ります。プラス電極では酸化反応が起こり電子を放出します。これらの反応により、マイナス電極ではアルカリ性電解水、プラス電極では酸性電解水が得られます。またナトリウムイオンなどのプラスイオンはマイナス電極側に、塩化物イオンなどのマイナスイオンはプラス電極側に引き寄せられます。当社のアルカリ性電解水は界面活性効果があり、高い洗浄力を有します。アルカリ性電解水の表面張力は常温で水道水の熱湯とほぼ同等です。洗浄用途の場合はスプレーや超音波を併用することで汚れをワークから効率よく除去することができます。高橋金属の電解水でできること。洗浄機、脱脂洗浄、コンタミの除去、クーラント液、腐敗防止で品質、工具の寿命延長、手洗い除菌、食品加工現場の衛生管理に、コーティングの密着性向上、調理器具、除菌、厨房や調理器具の除菌に、床洗浄、油を除去して安全な職場を。高橋金属の電解水は働く人に優しい環境技術を提案します。